昭和16年12月8日未明、6隻の空母から出撃したゼロ戦78機を含む総勢350機の攻撃隊が真珠湾に向かった。この真珠湾攻撃によって米太平洋艦隊が失った戦艦は5隻、200機近い航空機が炎の中に消えた。それはゼロ戦の実力を世界に知らしめた日でもあった。ゼロ戦が海軍に正式に採用されたのは昭和15年7月。真珠湾攻撃よりも1年半も前のことだった。すでに中国大陸で大きな成果を上げていたにもかかわらず、アメリカをはじめとする先進国でゼロ戦は全く評価されていなかった。蒋介石の政権を支持するアメリカ義勇軍の司令官シェンノートはゼロ戦の優秀性を本国に伝えていたが、情報は黙殺された。日本人が優秀な戦闘機を作れるはずがない、それが先進国の一致した見解だったのである。その認識をわずか1日で変えてしまったのが真珠湾攻撃であり、世界から大きく差をつけられていた戦闘機の開発に人生をかけた男たちの執念でもあった。昭和12年10月、三菱重工業名古屋航空機製作所、一人の男が海軍から提出された要求書を前に立ち尽くしていた。男の名前は堀越二郎、名古屋航空機製作所の設計事務所であった。表紙には十二式艦上戦闘機計画要求書と記されている。そしてそこには驚くべき要求が書かれていた。要求書には世界の水準をはるかに超えた十二式艦上戦闘機の実用化の条件が示されていた。こんな飛行機ができれば世界一になることは間違いないが、とてもできる話ではない、無茶な話だ。堀越はそう心の中でつぶやいた。十二式艦上戦闘機、後に零式艦上戦闘機と名付けられた世界屈指の戦闘機ゼロ戦の伝説はここから始まった。堀越が無茶な話だとつぶやくには訳があった。日本の戦闘機はわずか5年ほど前までは海外の模倣に頼らざるを得ない状態であったのだ。事実、日本の戦闘機の歴史は外国人の手によって始まった。第一次大戦後アジアでの権益をめぐり台頭してきた新興国日本に対して欧米列強の警戒心は深まっていた。ワシントン海軍軍縮会議では主力艦の保有率が制限され、ロンドン海軍軍縮会議では巡洋艦以下の補助艦艇にまで保有率の制限を加えられた。日本は航空機での戦力の充実を図ることでしか国力を強化する術がなかったのである。海軍首脳の苛立ちが出した結論が昭和7年から始められた航空技術自立計画であった。海軍は横須賀に海軍航空省、後の海軍航空技術省を設立し、
外国人技師に依存することなく、向こう3カ年で我が国独自の開発による航空機を製作、欧米列強の水準に追いつき追い越すことを目標とした。その第一歩が七師計画であった。この計画の発案者は海軍航空本部本部長松山茂中将と、技術部長で後に連合艦隊司令長官となる山本五十六少将であった。航空省は三菱と中島に試作機の発注をする。その要望はかつてないほどに厳しいものであった。艦載機として全幅全長全高も制限され、最高速では高度3000メートルで200ノット時速で370キロである。90式艦上戦闘機よりも時速で100キロ上回り、上昇力は高度3000メートルまで2分近く縮めなければならない。それを日本の技術者だけで製作しろというのだ。愛知県名古屋市港区大江町にある三菱航空機本社。七師計画の設計主任は若干28歳にして艦上戦闘機の設計を任された堀越二郎だった。堀越は入社以来海外の視察が多かったが、設計助手の経験は一度しかなく、それがいきなり設計主務者に抜擢されたのである。どん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 日進月歩ですから、次のやつを作らないかんと言った時に、もう三菱ではいつまでもそのよそ様の外国の手を借り取ってはいかんと、なんとかして自社開発、自社開発を日本で作りたいという意向で、海外欧米へ出張しとった堀越さんが日本の飛行機を作りたいと。自分にできるのか、堀越は押しつぶされそうな責任の重さを感じていた。昭和8年2月に完成した七師艦上戦闘機の1号機は、急降下試験中に垂直尾翼が折れて飛行不能となり、2号機も試験中に墜落した。堀越の最初の飛行機は惨憺たる結果に終わったが、当時としては画期的な低翼単葉全金属製のこの機体は、後の名機と言われた96式艦上戦闘機やゼロ戦の基礎となったのである。この時同時に海軍から依頼を受けていた中島飛行機の製作した試作機も不採用となっていた。それほどに日本の開発力だけで艦上戦闘機を製作することは難しかったのである。海軍が次に採用したのは昭和8年の試作艦上戦闘機で、昭和11年に正式採用された中島の9号式艦上戦闘機 A4N であった。これが海軍最後の服用戦闘機となる。特に優れていたわけではないが、七師計画が両者失敗したため、旧式となった90式艦上戦闘機に代わる戦闘機が必要だった。爆撃機、攻撃機の開発が世界的に進歩したこともあるが、戦闘機の性能が一向に向上しないという苛立ちからか、この頃戦闘機無用論すら出始めた。当時一方で爆撃機のスピードがどんどん速くなってきてるから、服用戦闘機使ってたらばとてもじゃないけど爆撃機に追いつけないと、だから戦闘機無用論とも出てきたんですね。パイロットにしてみると戦闘機同士でもってこっちが出ていけば向こうも戦闘機が出てくるだろう、戦闘機同士の空中戦になった時には最終的には旋回戦争になるよと、だから後ろ側に回り早くも後ろに回り込んだやつが勝ちになるよと、そのためには服用の方がいいんだと。上の羽が失速しても下の羽は失速しないんで、上が押さえてるから、だから服用の飛行機はどんなものにしてもぶら下がってこんな状態でぐーっと行っても下の羽が失速しないから、ずっとこれ持ってこんな姿勢になっても
翼端半のネジ差なんかしなくてもこっちの肺だけで自由に行動できる。だから戦闘機パイロットは絶対に嫌だ、服用だ、服用じゃ爆撃機も追いつかない、時代遅れだよってことなんですね。休止計画には山本五十六少将の母艦を考えないという思想が盛り込まれ、艦上戦闘機という言葉が消えていた。その代わりに探査戦闘機と記されていた。速度、航続距離を山本五十六は重要視していたのだ。その明確な要求に堀越は燃えていた。第二次大戦の戦闘機っていうのはスピードとそれから火力ですね、機関砲をどれだけつけるかっていうことと、それからこう周りの旋回がする半径をどれだけ小さく回れるかということ、この3つをねのが問題で、それをどういう組み合わせで解くかっていうのが当時の戦闘機の設計者の基本的な考え方なんで、そこで思想も変わっていくんだよね。堀越が最も頭を痛めたのはエンジンの選定であった。ライバル会社である中島の寿が現段階では九死探査戦闘機に最も適していると判断した堀越は、社内の反発を覚悟で上司にそのことを打ち明けた。海軍では三菱製のエンジンを瑞星、金星、火星など星の名前で、中島製のエンジンの名称を寿、栄、誉など漢字一文字で表していた。この他にも九死探査戦闘機にはさまざまな革新的な技術が取り入れられている。高速になってくると前からうんと強い力がかかってくると、これがこういうものでバタバタしだしちゃうわけですね。だからそれを抑えるにはどうしても他の方法を考えなくちゃいけないと、それで考えたのは金属で作って、ジェラルミントが発表されたから、ただのアルミニウムだと柔らかくてダメだけども、硬いジェラルミント合金にして、それをいやその箱に全部作ってしまってやれば丈夫な、ねじれないものを作るっていうんですね。そういうのがモノコック構造ということになってきて、その羽を作る胴体もそれじゃそういう格好で作れないかということ。ただ工場の設備はないかも全部いりますし、と曲げがうまくできないで、じゃあその金属の板をつなぐのにアルミニウムの合金ってのは溶接ができないんですよね。リベットで打たなくちゃいけない。とそのリベットがね打つと、まあ、プラモデルでこうデコデコでしてる方がちょっとかっこよく見えても、リベットがそれが空気抵抗なんですね。結局空気の中をおろし金みたいにこすって感じになりますから、それは表面平らにしなくちゃいけない。そういうことで、出来上がってみると軽くはできるんだけど、丸い頭のリベットがボンボンボンと出てると、でアルミニウム合金使ってすべすべに作んなくちゃいけない。だからそうすると沈騰病みたいなのをね、船で考えてる沈騰病を飛行機に使えないかというようなことを考えて、モノコックを作れるようになった。その数は一機につき1万本以上、すべて手作業で取り付けられた。全面沈騰病の効果は絶大であった。また翼端失速を防ぐために世界で初めて実用化された翼のねじり下げなど、出力の低いエンジンの性能を最大限に生かすため考えられる限りを尽くした。戦闘機はそのこう着スピード遅くてこうなんじゃなくて、速いスピードでもギュッとかけるとここでもううんと揚力出さなくちゃいけなくなる。空中戦の時はこの飛行機の味方自身が遠心力で何倍にもなりますから、大きな揚力出さなくちゃいけない。それでここで失速するんですね。それでひっくり返る。翼端失速を起こすと補助力が効かなくなり、横安定性を失って操縦不能となり、墜落の危険性が出てくる。それを防ぐために翼にねじりを入れるのである。アメリカの戦闘機なんかもうひっくり返るのは当たり前だよとアメリカ人が言ったっていうのね。高速の新しい飛行機は無理するとこうくるっとひっくり返るんだと、当たり前なんだと。大翼端用の飛行機の空中戦やんという能力にねじり下げが効くんじゃないかというのは考えて、応用したらいいんじゃないかというのは堀越さんが考えて最初なんですね。
ここでギュッと一回下げて、それで翌端のこういう格好にねじったんですね。こうこうでねじ下げしても全部こうやってダラダラダラってねじるんじゃなくて、一番肝心なとこだけをねじるということで、こういうふうにここでこういうふうにねじってるんですね。難しい、サインカーブでねじったっていうのは。旧シタンザ戦闘機は中島飛行機でも製作が行われていた。その中島製がテスト飛行で計画要求書の352キロを軽く超える400キロを出したという情報が伝わってきた。昭和10年2月、三菱製作の旧シタンザ戦闘機の最高速度試験が行われた。高度3200メートルで時速450キロ以上を記録、海軍の要求を一気に100キロも超えてしまったのだ。さらに上昇力は高度5000メートルまで5分54秒という画期的な数字を叩き出した。堀越二郎が設計した2番目の戦闘機はいきなり世界水準を超えてしまったのだ。旧力艦船は自分たちもね、その傑作だったと思うということに取れたよね。やっぱりそれまでと7社は失敗だったけども、旧力艦船はその失敗全部収めてね、やっぱりその全然もうそれまで服用だった戦闘機を単用にして、でずば抜けた飛行機になって、初めは頭でっかちだったけど、旧力艦船の時はもう全部の知識を叩き込んでね、で旧力艦船があったからゼロ戦ができたんで、やっぱり旧力艦船はガクンと上がって、それからこうスッと上がってるっていうのはゼロ戦だというようなことを堀越さんは言われたよね、私たちに。だからそういう意味でも旧力艦船はもっとよく見てもらいたいっていう、高く評価してもらいたいっていうようなことをですね、言ってられたですね。日本の航空機技術は初めて欧米列強国を超え、海軍航空技術省が掲げた航空技術自立計画は見事に達成された。旧シタンザ戦闘機は昭和11年の正式採用に伴い名称が変わった。紀元2596年の末尾2桁を取る慣例に従い、旧6式艦上戦闘機と名付けられた。旧6式艦上戦闘機は初出撃から大きな成果を上げた。昭和12年7月7日、北京郊外で起きた盧溝橋事件により日中戦争が勃発。戦火は次第に日中間の全面的な戦争へと拡大していく。しかし旧6式艦上戦闘機はこの時まだわずか18機しか配備されていなかった。9月19日、ついに旧6式艦上戦闘機に出撃命令が降りた。目的は首都南京地区の制空権を手中に収めること、また同時に旧6式艦上戦闘機の威力を内外に知らしめることであった。上海訓打基地より第二連合航空隊の旧6式艦上戦闘機12機が旧6式艦上爆撃機17機とともに南京爆撃へ初出撃した。南京上空4000メートルで中国空軍のカーチス航空戦闘機40機とフィアットの服用機が待機していた。旧6式艦上戦闘機がその中に突っ込んでいく。旋回性能に優れていたカーチスホーク戦闘機であったが、旧6式艦上戦闘機が後尾につくのに時間はかからなかった。激しい空中戦の末、中国空軍は20数機を失っていた。わずか15分の出来事であった。しかも旧6式艦上戦闘機の犠牲はゼロだった。この初陣の大活躍が物語るように、以後中国の空から中国空軍の戦闘機は姿を消していった。
96式艦上戦闘機の優秀性を世界に知らしめた空中戦がある。昭和12年12月9日、中国の南昌基地を攻撃した柏村貫一三等空曹操縦の96式艦上戦闘機は敵機2機を撃墜。もう1機と戦闘に入った際に衝突し、片翼を失ってしまった。しかし柏村操縦士は墜落しそうな96式艦上戦闘機で600キロ離れた上海訓田基地に無事に帰還したのだ。これは世界空中戦史に残る偉業として称えられた。96式艦上戦闘機が登場する以前、日本軍の爆撃機は中国軍の戦闘機により甚大な被害を受けていた。だがこの一機の戦闘機の出現により戦局は一変したのである。しかし海軍はさらに中国奥地への空爆を決行するため、より航続距離のある戦闘機が必要となってきた。それがゼロ戦の母体となる画期的な機体、12式艦上戦闘機の開発である。その計画要求書が海軍から正式に提出されたのは96式艦上戦闘機の5回にわたる改良が終わり、堀越たちが一息ついていた昭和12年10月のことであった。表紙には12式艦上戦闘機計画要求書と記されている。そしてそこには驚くべき内容が書かれていた。敵の戦闘機より優秀な空戦性能を備え、迎撃機としても敵の攻撃機を捕捉撃滅しうる火力と速力を満たすことなど、要求は13まで項目が設けられていた。速度と旋回性能は相反するもので、速度を増せば旋回性能は劣る。全ての要求を満たす戦闘機など常識的に考えられるはずがなかった。海軍は中国の制空権を瞬く間に獲得した96式艦上戦闘機の戦果を目の当たりにし、より強力な戦闘機の開発を要求したのである。12式艦上戦闘機の設計を担当したチームは約30名、平均年齢は20代半ばであった。しかも大学工学部出身者は主務者堀越34歳、計算構造担当の曽根義俊27歳、計算担当東条輝夫23歳の3人だけであった。大半は旧制中学工業学校出身者であった。彼らが作成した設計図は3000枚以上に及んだ。堀越はその過酷な要求を満たすため、エンジンの選択、プロペラの選択、徹底的な重量軽減対策、理想的な空力設計の追求の4点に的を絞った。96式艦上戦闘機は三菱による設計開発の機体でありながら、エンジンは競争相手の中島製600馬力級の寿であった。しかし堀越は新しい戦闘機に三菱のエンジンを使うことを考えていた。三菱では中島に遅れを取っていたエンジンの強化開発を行っていた。その結果、金星46型と随星13型という高性能のエンジンの開発に成功していた。金星は1070馬力で直径は 1.218m、 乾燥重量は560キロであった。随星は875馬力、直径 1.118m、 乾燥重量526キロである。堀越は機体の大型化を嫌って、金星よりも一回り小さな三菱製複列14気筒星型空冷式
随性13型を選んだ。十二式艦上戦闘機の初飛行は昭和14年4月1日岐阜県桑見原飛行場で行われた。最高速度は高度3800メートルで時速490キロにとどまった。要求された500キロにはわずかに及ばなかったが、それでも画期的なスピードに違いはなかった。しかし後日速度計測用の飛頭間位置の誤差で実際には500キロを超えていたことが判明した。昭和14年9月14日1号機は海軍に領収され、桑見原から横須賀まで航空技術省の牧大が操縦して運んだ。十二式艦上戦闘機は2機作られ、2号機は10月18日に初飛行し、その後航空技術省でテスト飛行が繰り返された。エンジンは試作2号機までは三菱の随性を使用していた。しかし意外な通知が海軍航空本部から三菱に伝えられた。それは十二式艦上戦闘機のエンジンには中島製の複列14気筒星型空冷式栄12型に変更するようにという通知だった。栄12型は950馬力と随性よりも若干馬力で勝っていたものの、エンジンの選択は設計全てに影響を及ぼすだけに技術者は納得できないものを感じていた。しかし海軍の指示は絶対である。今度こそ自社のエンジンでと意気込んでいた技術者たちの落胆は大きかった。3号機は昭和14年12月28日に初飛行し、計画要求書の性能をクリアした。速度は高度4200メートルで509キロを出した。十二式艦上戦闘機にはプロペラは燃費と性能を良くするために今までの固定式のものから火炎ピッチの低速プロペラを採用した。低速プロペラは住友金属工業がアメリカのハミルトン社のものをライセンス生産していた。最初2種のプロペラが使われたが、社内のテスト飛行で振動があり、すぐに住友ハミルトン型の高速 3C プロペラに換装された。火炎ピッチは16度から36度であった。エンジンが高速回転しているとき、ピッチは通常位置で小さくされる。巡航飛行のときはピッチを大きくし、エンジンの回転数を抑える。その操作をすることによりエンジンの回転数を上げずに速度を調整することができる。昭和15年3月11日2号機が急降下試験中空中分解し墜落。奥山真澄テスト操縦士が殉職した。航空技術省の事故調査委員会は昇降舵のマスバランスが脱落し、激しいフラッター、いわゆる振動が起こって機体が空中分解を起こしたと結論を出した。プラスチックの下敷きをね、風の中出しても電車の窓から出すとね、バーッとこう振動しますよ。あれがフラッターなんですね。でこうねじれながらバタバタこういうのを起こす。スピードが遅い時は問題にならなかったんですけど、時速400キロ超えるようになってくるとその問題になってくる。でゼロ戦が一番最初、日本では最初に突っ込んだそのフラッターの問題でしょうね。ゼロ戦の最初の事故は昇降台についていたこの真ん中のところのボンドの先に重りをつけてて、この重りは切れてたんですね。堀越は徹底した強度計算をし、
骨組み材に関しては穴を開け、1グラム単位で重量軽減の指示を出した。また外板は 0.1 ミリ単位で強度をギリギリまで削ぎ落とした。強度を上げて、その上げることは当時の材料学者たちの競争だったんですね。の住友金属で研究してね、それで亜鉛を入れることで55キロが引っ張っても切れない。そうするとそれだけ軽くできますね、同じ太さで。だからそれを、使ってみようかということになったんですね。堀越は画期的な強度を持つ超長ジラルミン ESD をシュケタに採用した。これは機体の軽量化はもちろん強度をも兼ね備えた、まさに一石二鳥の材料であった。アメリカがゼロ戦と同じこの ESD と同じ亜鉛が入った合金使えるようになったのはね、戦後なんですよ。 B50 という B29 にまだ間に合わなくて、 B29 の改良型で初めて実用になったんですね。でそれでまあ旅客機も使われるようになったんだけど、当時海軍内部では艦上戦闘機に対しての性能要求が一つにまとまっていなかった。何を最優先すべきかという結論が出ないままでいた。横須賀航空隊の源田稔少佐は空戦性能を重要視した。一方航空技術省の柴田武雄少佐は空戦性能を少々犠牲にしても航続距離と速度を優先すべきと判断していた。無理が重なった要求のために競争相手の中島飛行機は昭和13年実物大の木型模型を作る前に計画要求書を満たす艦上戦闘機は作れないと試作を辞退した。それほどに海軍の要求は技術者から見ると矛盾したものだったのである。堀越は十二式艦上戦闘機でも風洞実験を重要視していた。やっぱり風洞があるかないかでは結構違ってくるし、ゼロ戦で一番風洞試験で決まったのは切りもみ風洞ってなってね、普通の風洞と違って下から上に向かって風を吹き上げるんですよ。ちょうど普通風洞っていうと前からに風があって、こっちから前から風吹いてきて飛行機をその中でこう吊るしてですね、当時だとこれを空気の力を測るために逆さまにしてるんですね。ないとこうやっておくと上から吊るしてるとピュッと上がっちゃうとこの測りようがないから、切りもみ風洞ってのはそうじゃなくて、風洞下にプロペラがあって上に風吹いてるんですよ。でこの中で飛行機をポーンと放り込むと、こう切りもみになったようにこういう格好になってですね、こう回り続けちゃったらば、止まらない。でその時にこういうふうに入ってると一番もう羽はもう平らだから、こういうふうに回るには全然空気抵抗にならない。これ止めるも何もなくて、止めないとこういうふうに落っこってこないんですね。で止めるのには垂直尾翼しかないんですよね、飛行機の場合に。で垂直尾翼がこう落っこってるから、このとこから出てくる風がね、影に入っちゃうんですね。で効かない。水平尾翼の位置がね、胴体のこの真ん中のとんがったところと同じところにあって低いところにあるんですよ。胴体はちょうど中央について、垂直尾翼の真下について、尾翼から下の面積を増しながら、この尾翼からかかってくる乱れた空気がこの子入ってくるところを中をこの方向弾がかからないようにしたいということで、ここにあったものをこの位置へ持ってきながら上に持ってきたと、こういう格好になるんですね。切り込み風洞ができたの遅かったから最初のうちはできなかったんですね。でさっきには間に合わなかったけども、量産する機体からは水平尾翼の位置を変えて、これは風洞試験で変わって一番大きいところだと思いますね。高速を出すためには主翼を薄く小さくしなければならない。しかし旋回性能や離着陸速度を遅くするためには翼面積が大きいほど有利である。さらにこの翼には大きく重たい20ミリ機銃を装備しなければならない。結局翼面荷重を旋回性能に優れた96式艦上戦闘機と同等にすることとなった。
空母艦があるから制限があるから、そんなに着陸する時のスピードが速いといけない。羽が小さかったらばいくらフラップつけても着陸する時のスピードがあるから、やたらに羽が小さくすると着陸できない。これはねずっとついて回ってるね。もう艦上戦闘機はねどうしてもね羽はちょっと大きめにつく。その代わり旋回半径が小さくなって旋回線がいい。だから同じ時代のジェット戦闘機で比べてもファントムの旋回線がいいとかね、トムキャットのがねイーグルよりいいんじゃないかとかね、こういうことになるんだよね。さらに引っ込み客の問題や航続距離を伸ばすため燃料タンクも主翼に収める必要があった。昭和14年3月17日、12式艦上戦闘機 A6M1 が完成した。特徴は日本の戦闘機として初めての引き込み客の使用である。そうですね、96戦からゼロ戦に乗り換えた時の第一印象は非常に重量感のある大型の飛行機だなというような感じを受けました。そして客が入るということは日本の戦闘機としては初めてな飛行機なもんで、乗ってみて実に重量感があるし操作は非常に柔らかくてしやすいし、我々一番戦闘機乗りとして重要視している視界が非常に白くて誠に素晴らしい飛行機だなという感想を受けましたね。そうですね、大分航空隊でもってね九六三ばっかりでもって今度は母艦搭乗員に決まってね、それ追記の航空隊って言ったんですよね。それで初めてゼロ戦に乗って、まあ満月でしたね。とにかくまあ海面ピッチのね、離陸の時とまた水平飛行の時のピッチが海面ピッチってあるでしょ、あれが違うしね、やっぱ頼もしいと思ったね。とにかくまあ中空戦の、まあ、訓練でもねもう駒には効くんですよ、ゼロ戦は。うん、予想しとったほどおもちゃじゃなくて非常に立派なもので驚きましたね。九六戦は非常に低欲単用で当時は花形だったんですけども、あそこまで飛躍するとは思わなかったから、びっくりしましたね。一番誰が見ても素人が見ても分かるのはボリューム感ですよね。九六戦は非常に可愛い憧れのおもちゃっていうなニュアンスが残ってますけど、ゼロ戦になってくるともうそういったのを全く感じさせない一つの威厳を持ってますよね。でそれだけに運動半径その他どうかいいなという心配はあったけども、操縦が慣れてくるとやっぱり運転の開きがあるんで、これも驚きだったですね。中国大陸での戦果は広がる一方であった。この時海軍の前身基地は漢口にあった。漢口から重慶まで陸航隊が戦略爆撃を行っていたが、援護する96式艦上戦闘機の航続距離が足りないために陸航隊は援護なしの出撃をせざるを得ない状態にあった。このため陸航隊がむざむざ敵の餌食になることも少なくなかった。また中国空軍はソ連製の SV 爆撃機で韓国の前線基地の爆撃も始めていた。昭和14年10月3日には SV 爆撃機の奇襲により第一連合航空隊司令官塚原西蔵少将が重傷を負ったほか、参謀や将校を含む8名の死者、37名の負傷者を出す惨事が起こった。10月14日には陸航など40機以上が損害を受けた。
SV 爆撃機の配備された成都の基地を一刻も早く叩く必要があった。しかし年が明けても十二指艦上戦闘機の正式採用は遅れていた。しびれを切らした前線基地からの要請で海軍は横須賀航空隊の横山保大尉に命令を下した。それは十二指艦上戦闘機一個分隊を編成し速やかに艦港に進出せよというものだった。艦港上空に到達した十二指艦上戦闘機6機が旋回をすると大勢の将兵たちが飛行場に飛び出し歓声を上げた。第一第二連合航空隊両司令官の2人の姿を見た時、横山大尉は新駅に対する前線での期待の大きさを実感した。この時第一連合航空隊司令官はミッドウェー海戦で空母飛龍と運命を共にした山口多聞少将、そして第二連合航空隊司令官は後に最初の特攻を命令した大西武次郎少将であった。その数日後新藤三郎大尉も十二指艦上戦闘機を率いて到着。15機が正式採用を待たずに第二連合航空隊所属の第十二航空隊に実戦配備された。十二指艦上戦闘機は昭和15年7月24日海軍に正式採用となった。その時の名称は零式1号艦上戦闘機1型 A6M2 である。後零式艦上戦闘機11型と改められる。昭和15年は紀元2600年にあたりその末尾のゼロを取って零式となった。ゼロ戦は昭和20年の8月の終戦までに1万機以上が生産された。これは日本の航空工業史上空前の数字である。世界でも前後してドイツのメッサーシュミット、イギリスのスピットファイア、アメリカのカーチス P40、グラマン F4F ワイルドキャットなどが登場しているが、ゼロ戦は航続距離や旋回性能においてこれらの戦闘機を凌駕していた。ゼロ戦の初陣は昭和15年8月19日であった。その日横山大尉率いるゼロ戦11型12機は旧6式陸上攻撃機54機の護衛をして艦港から往復1850キロある重慶の爆撃に向かった。だが中国軍は日本の新鋭戦闘機の出現を察知して戦闘機を退避させていた。9月13日新藤大尉率いる0313機は陸航隊の重慶爆撃終了後一旦帰途に着くが、かねてからの作戦により引き返した。重慶上空に達した振動隊は奥地へ退避していた中国空軍のソ連製 E15、E16 戦闘機約30機と遭遇。10分余りの空戦で中国戦闘機27機を撃墜して戦闘は終了した。ゼロ戦に被害はなかった。ゼロ戦が中国で華々しい戦果を上げる前年、第二次大戦が始まった。山本五十六はいつの日かアメリカと対峙することを念頭に入れ、七種計画の段階から航続距離の圧倒的に長い戦闘機の製作を切望していた。その頃日本国内では空母隊の飛行訓練が繰り返し行われていたが、昭和16年4月16日再び悲劇が起きた。
河野分隊長、二階堂中尉が飛行訓練中、搭乗機であるゼロ戦21型通算145機の補助翼が吹き飛ぶ事故が起きたのだ。急降下中に主翼表面にシワが発生し、外板の一部と補助翼が吹き飛んだのである。翌17日、横須賀航空隊下川万兵衛大尉が事故原因を究明しようと、事故機と生産の近い135号機を使用してテスト飛行を行った。ところが2回目の急降下中に左主翼外板及び補助翼が吹き飛び、操縦不能となってオッパマ飛行場夏島沖合約300メートルの海面に激突。下川大尉は帰らぬ人となってしまった。順調に改良が続けられていた時だけに、三菱の堀越設計チームや海軍航空技術省、海軍航空本部の関係者に衝撃が走った。原因は機体の傾きを調整する補助翼のバランスタブの影響により、フラッターを防止するマスバランスの効果が減災され、急降下の過大な速度によるフラッターが発生したことによるものだった。このバランスタブは生産途中から採用された装置であり、初期型には装着されていなかった。事故後バランスタブは廃止され、360ノット時速約667キロという急降下の速度制限が設けられた。アメリカ・ロサンゼルス郊外チノにあるプレーンズ・オブ・フェイム。ここには世界で唯一というゼロ戦52型が保管されている。昭和19年6月、マリアナ沖海戦直後、サイパン島にてアメリカ軍に無傷のまま捕獲されたこの第261海軍航空隊のゼロ戦52型。エンジンはオリジナルの中島製、栄21型。60年を経た今でも飛行可能なゼロ戦はこの52型1機だけである。芸術の域を超え伝説とまで謳われたゼロ戦の心臓部を担うにふさわしい信頼性があったことがうかがえる。ゼロ戦、正式名称は零式艦上戦闘機。海軍内部の略語はA6M である。当時海軍の戦闘機は空母に搭載することを前提にされていた。最高速度、上昇力、旋回性能、武装などその全ての性能のバランスが世界一だった。特に航続距離は欧米諸国の戦闘機が平均約 1200km だったのに対して、ゼロ戦は約 2200km と驚異的な数値である。しかも流線型の落下式増設タンクを装着。このタンクを使えばその航続距離は約 3500km まで伸びた。世界の常識を覆した数値。最先端の軍備を誇っていた当時のアメリカ軍でさえこの驚異的な性能を全く信じていなかった。昭和16年8月31日をもって中国戦線におけるゼロ戦の活動はひとまず区切りがつけられた。ウイジンから約70回の攻撃に出撃し、撃墜機数約100機、地上撃破約160機。中国空軍をほとんど壊滅状態にしてしまった。ゼロ戦の被害は被弾延べ機数39機。
上砲火により2機が撃墜されたのみ、空戦による実質的被害はなかった。そして戦局は太平洋へと拡大していった。昭和16年9月6日午前会議で10月下旬までに戦争準備を整え、10月上旬に交渉妥結の見通しが立たない時には直ちに対米英蘭開戦を決意するという帝国国策遂行要領が決定される。10月16日、近衛内閣総辞職。わずか7ヶ月で政権を東条英機に譲った。18日には東条英機内閣が発足した。そして昭和16年12月8日。